米原次郎機械輸入を主な業務とした米商店、米原次郎から1919 19年7月20日は日本の実業家、キリンビールの創設に携わり、明治屋の二代目社長を務めた米商店の創業者、文久元年9月16日、三坂国とまた高倉村で平民、米中平、鶴松の次男として生まれる。上京して、 慶応義塾で学び、三歳年上のまたいとこである、磯野慶が創業した明治屋を在学中から手伝った。1887年大学卒業と共に同社に入社し、1897年1月には、特命組合磯野商会を創立し、機械や鉱物、雑貨の輸入業を始める。同年末に慶が亡くなると明治屋の二代目社長に就任し、残された一人娘、 菊子の貢献人となった。磯の紹介の経営も一手に引き受け、土木受けを業も始める。明治33年に明治ゴム製造所を設立し、初代社長に就任。当時、ジャパンブルワリーが製造する、キリンビールの国内での一手販売権を、明治やわえており、経の死後もこれを継続するか、ブルワリー社内では、意見が分かれた。結果、米を信頼していた。 三菱財閥の豊川良平が米年の保証人となることで継続が認められている。札幌ビールの東京進出やビール税法の施行が決定したことを受け、競争力向上を目指して1901年にジャパンブルワディとの契約を改定し、手数料以外に割戻資金も明治屋に支払われるようになった。一方、1902年には後見人を務める磯野菊子の婿に、 磯野商会部長の松本長蔵を迎えた。豊川良平の勧めもあって、翌1903年には長蔵を明治屋に入社させ、同社を米井と長蔵の両社が出資する合名会社に改祖し、米井が社長に、長蔵が副社長に就任した。1906年に磯野商会を米井商店に改称世界各地に支店や代理店を持ち、 機械や資材など軍需品の輸入で大きく発展させた。ビール税法の施行はビール業界の再編を促し、1906年には70%近い市場シェアを占める大日本ビールが誕生した。この際にブルワリー社も合併への参加を呼びかけられており、会長のジェームズは高齢なことから事業を他社に上として帰国することを決めた。米は三菱財閥と相談して、 全事業を買収し、翌1907年に同社を解散して、キリンビール株式会社を設立している。明治屋は引き続き行って販売権を得て、ヨネイはキリンビールの専務取締役に就任した。1911年、合名会社から株式会社へ改組した明治屋の社長に就任。1917年12月、ヨネイ商店を合資会社、ヨネイ商店に改組。 彫像と共に、キリンビールの各班に勤めた後、1919年7月20日に58歳で、おした。明治屋の社長には彫像、キリンビールの専務には、伊田製造が、それぞれ公認として選ばれている。同年、小米石記念店員奨霊金が設定された。ありがとうございます。